いませんいらっしゃいませ、こんばんは。はい、どうも。ついにね、ついに来ました。3年ぶりの新しいモデルです。はい、とりあえずもう、すぐね、開けてみましょう。オレシの三大コーナー。3代目 S6 女子部。ゆっくりしていってね。はい、ということで、さっき届いたばかりです。はい、こちらです。じゃあ開けていきましょう。はい、これです。はーい、来ました。来たほら。DJI Osmo Pocket 3 クリエイターコンボです。はい。これですね。2020年に出た DJI Pocket 2の後継機種となります。約3年ぶりのね、新モデル投入ということになります。じゃあね、早速開けていきましょう。はい、取説類各種入ってます。収納カバーです。わー、素敵。はいはいはい、まあ、いろんな YouTuber の人たちがもうすでに開封してるので詳しいことは言いませんが、まあとりあえず買ったっていうことでね、開けていきたいと思います。まずこのケースですね。これに全部一式入っているようです。きたー、きたきたきた、これきたよ、これきました。はい、甘いのりでかいね。うん、うわー、素敵。次は DJI マイク2ワイヤレスマイクが1個付属してます。はい、とりあえず以上、こんな感じで揃いました。はい、アジュです。かわいい。やばい、はい、はい、はい、通る公園に来ました。自分が持ってる DJI 製品は全部こちらになります。はい、で初代オズポケ、ポケット2、ポケット3で、ミニ3プロあります。でセンサーサイズなんですけど、まあ、初代が 2.3 分の1センサーで、こっちが 1.7 分の1。で、1.3 分の1。で、ポケット3が1インチセンサーとなります。はい。なので、センサーサイズがね、ガーッとね、大きくなりました。で、今回はこのポケット3買ったので、いろいろとね、テストしてみたいと思います。まずね、車載がどうなのかっていうね、そこですね。まあ、街で撮る Vlog はどうにかなるんですけど、この車載がどうしたらいいかというのはね、ちょっといろいろと検証しています。あと、この P2 と P3 ね、ちょっとだけ検証したいと思います。はい、どっちも内蔵マイクです。内蔵マイクはドンスキーです。で、今撮ってるのがアクション2、これは DJI マイク使って撮ってます。
それで P2、P3 ともに固定モードです。こういう感じ。はい、はい、それじゃあね、ちょっとね走ってみたいと思います。ちょっとね、行きます。よーい、スタート。おじさん息ついた。はい、次ね、トル君はこんな感じなので、で、ね、師匠はないので、問題はさっき言いましたとおり、車載ですね。車載がどうなったか。車載テストしていただきます。では。私が神です。カルミです。カッパです。キューキュー、キューキュです。
ポケット3には DJI マイク2がついてくるんですけど、先に発売されていた DJI マイクっていうのがあるんですけど、こちらをですね、つなげてみたいと思います。どっちも受信してます。ファイルだ、オン！来たほら、来た、来てるほら。見えますか？この入力信号。はい。ポケット3に DJI マイクをつけたら反応してます。はい。こっちでも OK です。このようにつけます。来てるでしょ？ほら、来てる。はい。じゃあね、ちょっとテストしてみたいと思います。今は DJI ポケット2のワイヤレスマイクの音声です。で、こっち、DJI マイクをポケット3につなげています。ああ、テスト。ただいまマイクテスト中。マイクはドンスキー。マイクはドンスキー。これがマイク1。こっちがマイク2です。ああ、テス。マイクはドンスキー。マイク2です。はい。ね、ちゃんと撮れてるっていうのは分かったでしょうか？ちょっと静かにします。撮れてました。ポケット3でも DJI マイクを運用できるっていうことです。はい。ステレオの設定にしてみました。はい。どっちがどっちだ？こっちのマイクはステレオになってますんで、こっちが右、こっちが左です。いきまーす。右です。聞こえますか？はい、こっち。左です。聞こえますか？右から左にちょっとやってますね。はい。こういう感じで、ステレオで、撮れます。マイクの部分、こすってみます。いきます。はい。ということで、ステレオでも運用できるということでした。はい。いきまーす。
今年も頑張って走ります。よろしくお願いします。あ、大好きです。大好きです。嘘です。